聞きたいことある。いいこれラジオネーム、その、いちごね、いちご大好き、いちごパフェさんって方からいただいたんですけど、秋元さんは浮気をしたことありますかってあるんですけど、ないです。まあ、結婚してからもないと思うんですよ。まあ、言うと不倫ですよ。うん、その、結婚前に彼女と付き合ってて、うん、嘘だ。本当ですか？ないです。本当に？ない。本当に？うん、本当ですか？ないよ。絶対あるね。何？何ですか？で、結婚してからは多分ないと思いますよ。でも、その結婚する前に。結婚する前だろ？その別に何でもない女ですよ。その今の奥さんとかじゃなくて、うん、その前の彼女とか。彼女でしょ、うん、ない。本当だと思います？うん。ほら、リリーさん目を合わせてくれなくなっちゃった。だって、ね、福田君もしないね。僕はないですね。ね、本当ですか？で、リリーさんもしないし。でも待って、アヒョンさんの時代って、うんうん、もうすぐモテたと思う、この業界の人間。そりゃそうですよ。俺が業界に入った時はもう別に業界人モテない時代になってたから。うん、でも、アヒョンさん時代はもう本当全盛の頃だと思うんだよね。モテました？モテない。本当ですか？うん。本当ですか？本当だよ。モテないし、不倫、浮気もしてない、うん。俺もどちらかというと、男のゲロブスだった。メンズゲロブス、うん。メンズゲロブスだった、秋元さんって。ゲロブスオムだった。ゲロブスだったんだ。ゲロブス、ゲロブス。